はい、皆様こんにちは。本日はお忙しい中、株式会社スバル新中期経営ビジョン説明会に、おいでいただきまして誠にありがとうございます。はい、それでは早速ですが、代表取締役社長 CEO 中村智美よりご説明申し上げます。皆様こんにちは、スバルの中村でございます。本日は当社の、中期経営ビジョンの、発表会にお呼びいただきまして誠にありがとうございます。まずはじめに、この度の西日本地区で発生しました災害により、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に対しまして、謹んでお見舞いを申し上げたいと思います。また被災地域のですね、一日も早い復旧を、心から祈念いたしますとともに、我々といたしましてもできる限りの支援をしていきたいというふうに考えています。それでは早速、内容についてご説明をさせていただきます。お手元の資料と両側に、スクリーンがございますので、そちらを合わせてご覧になりながらお聞きいただきたいと思います。まずはじめにですね、今回のビジョン策定について、その背景と、私自身の思いを書いたページでございます。背景につきましてはもう皆様ご存知の通りですね、自動車業界にとって大変革期であること、それともう一つはここ近年の、当社の急成長に伴う歪みと書いてありますけれども、まあ、ほころび、課題、この辺がですね、非常に明確になってきたので、この2点でございます。で、その後の思いですけれども、すでに、社長就任以降、メッセージとして私がお届けしているものですけれども、読ませていただきますと、一刻も早く、真の実力を要請し信頼を取り戻すこと、それと、お客様に安心と楽しさを提供するブランドの方向軸は動かさないと、単なる自動車メーカーを超えてお客様に共感され信頼していただける存在を目指す、このような思いで今回のビジョンをまとめてまいりました。次お願いします。で、このページはですね、これまでのビジョンでありましたキワダと2020の、取り組み状況をまとめたものです。また自己評価したものというふうにご覧いただきたいと思います。ありたい姿として4つの項目を掲げました。お客様からの信頼ナンバーワン、高いブランド力、業界高位の利益率、販売台数は120万台プラスアルファということで、4つのビジョンを掲げさせていただいて、それぞれに、評価をしました。で、上の2つですけれども、まあ、バスと三角がついておりますけれども、そこにもあります通り品質や企業風土に起因する課題が顕在化して、結果としてお客様に対しまた社会に対し信頼を損なう事態に直面してしまったということがあります。で、また3番目にあります業界高位の利益率につきましては丸がついておりますけれども、販売環境の変化とコスト構造の悪化によって、現在低下傾向にあることは事実であります。まあ、一言でまとめればありたい姿に対してはまだ道半ばでありまして、量と質という観点で言えば質的な側面に、課題を多く残しているというふうに認識をしております。次のページをお願いします。ここがビジョン策定にビジョンについての基本的な考え方です。経営理念につきましては普遍としまして、お客様第一を基軸に存在感と魅力ある企業を目指す、この経営理念については不変です。それとありたい姿、これはですね、2017年の4月に社名を変更した時に定めたものですけれども、物を作る会社から笑顔を作る会社へということで、こちらも、変えてございません。そして2025年に向けたビジョンとして3つ掲げさせていただきました。1つは個性を磨き上げお客様にとってディファレントな存在になる。2つ目がお客様一人一人が主役の心に響く事業活動を展開する。で、最後は、多様化する社会ニーズに貢献し企業としての社会的貢献を果たすとさせていただきました。
一番最初の一番目にあります、ディファレントという言葉ですけれども、ちょっと、誤解を招かないためにも補足させていただきますけれども、我々自らが、ちょっと何か違った変わった存在になりたいという、そういう意味では、ございません。スバルをお乗りのお客様や、スバルを扱う販売店の皆様から、スバルってちょっと他のメーカーとは違っていいよねって言っていただく、また単に車を売ったり買ったりしてるだけの関係じゃなくて、価値観が合うよねというふうに共感していただく、そういう存在になりたいという、意味を、込めております。事実としまして、日本でもそうですけれども、日本やアメリカで、実際にお客様からいただいている、言葉でございます。アメリカでいうとディファレントなブランドというふうに、私自身が直接、聞いておりまして、そういう意味合いを込めて、あえてディファレントという言葉を使わさせていただきました。またそう言われることに我々としてもですね、非常に誇らしいことなので、この言葉を使いさせて、ビジョンの中に掲げさせていただいたということでございます。はい、次お願いします。次がですね、この期間中でどうしていきたいかというのを表した概念図になります。量的成長と質的成長というのを、グラフで、まあ、イメージ的ですけれども表したものということになります。この機にですね、時代変革に備えて質的成長のキャッチアップ、着実なベースでの量的成長というふうにありますけれども、早期に、先ほどから申し上げてます通り、質が今までの成長に追いついていなかったということを冒頭申し上げましたけれども、早期にキャッチアップするとともに、質をさらに上げて量的成長を超えたい、それが、ブランドが磨かれている状態だというふうに、捉えております。で、一方で量的成長は一歩一歩着実に実現してまいりたいというふうに、思っておりまして、それをイメージ図で表したものです。はい、次お願いします。で、ビジョンの策定で、名称ですけれどもステップという名前にさせていただきました。それぞれ、単語のスピード、トラスト、エンゲージメント、ピースオブマインドでエンジョイメント、それぞれの頭文字を取ってステップとさせていただきました。そこにもあります通り、スピード感を持った取り組みで信頼を取り戻すとともに、お客様に共感していただける安心と楽しさという価値を提供するということでですね、そういう思いを込めて、この名前を付けたということです。さらに、その下にあります通り、社会の変化を乗り越えるためのジャンプに備え、着実に力強く歩みを進めていきたいというふうに思いを込めました。はい、次お願いします。次がですね、具体的な3つの取り組みということになります。1番、2番、3番とありますけれども、1番については会社の質の向上です。2番目が強固なブランドの構築、3番目が集中戦略を軸とした持続的成長、この3つを定めさせていただきまして、それぞれものづくり、販売とサービス、新たなモビリティ領域ということで、取り組む内容を9ボックスという形で、まとめさせていただきました。冒頭の頭のところに9ボックスプラス1とあって、ゼロ、チェンジザカルチャー、組織風土改革というふうに書いてありますけれども、これは、実際には1番の会社の質の向上の中に含まれるものなんですけれども、まあ昨今の、我々の不祥事を受けまして、組織風土改革が、喫緊の最優先の課題ということですので、1の会社の質の向上から外出しをしまして0と位置づけました。そういう意味で9ボックスプラス1の取り組みというふうにご理解いただければよろしいかと思います。それではこれ以降ですね、この中身について具体的にご説明をさせていただきたいと思います。まず最初は、組織風土改革の1番目ということになります。まずは足元の喫緊の課題として風土を変える、活動が大事であるということで、チェンジザカルチャーという強い言葉を、ここで使いました。
一部、ご迷惑をおかけしました完成検査の問題は現在まだ調査が継続中ですけれども、その結果も踏まえまして、真因や本質的な課題に対してしっかりと対策を打って今回のような過ちを二度と、繰り返さない会社にしたいというふうに思っています。また正しい会社を作る活動につきましてはすでにスタートしておりますけれども、まずはコンプライアンスの強化、グループ全体のガバナンス体制と運用の強化、こちらに取り組みまして、それを司る我々自身の、マネジメントも、変えて強化してもらいたいというふうに考えております。で次のページがですね、まあ、組織風土改革といっても一朝一夕にできるものではありませんので、このページではもう少し時間をかけて持続的に取り組む内容ということになります。企業風土と人材組織というところにあります通り、生き生きと仕事ができるような風土をトップから始めて上から順に変えていく、一人一人の考える力を身につけていくというふうにありますけれども、ここは私自身としての、決意表明というふうに受け止めていただいてよろしいかと思います。そのための仕組み、組織、これを変えていきたいというふうに思っています。また、その横にあります CSR 活動についても、今回新たに重点領域を今までの8つから6つという形に見直しました。ますます強くなる社会からの要請に応えていくことをより明確にしていくということに加えまして、スバル固有の、事業戦略にリンクした領域、まあ、上側の方ですけれども、を定めてですね、活動をレベルアップしていきたいと思います。また今までの CSR 活動についてはですね、どちらかというと意気込みとか、アナログ的な要素が多かったというふうに反省しておりまして、同時にシステム化の推進もして、うまくというかうまく機能できるようにですね、やっていきたいというふうに考えています。はい。続きまして、品質向上の取り組みです。今回の中期経営ビジョンにおいて品質こそ最重点のテーマということで設定いたしました。今回の完成検査の問題や高田の問題だけでなく、近年、市場品質の問題が、急増してきているというふうに、捉えております。お客様からの信頼の基本となる品質を抜本的に改善することが急務であるということを痛感している、おります。全ての事業活動において、また経営トップから現場に至るまで何よりも品質が優先される会社に変えて、お客様からの期待もここの部分ですので応えて、お客様に自信を持って提供できるスバルの価値として、品質を位置づけていかないといけないというふうに、考えています。そのために具体的な内容はそこに書いてありますけれども、新商品の企画段階に遡ってですね、信頼の品質を作り込む、プロセスに見直すこと、それと日米の生産工場のランクアップ、また品質マネジメント体制の強化策として CQO というのを昨年来設定しておりますけれども、そこの権限強化、また品質保証本部の機能強化はもちろんのこと、品質に関わる全ての部門での質的、量的、両面での増強を実施していきたいというふうに思っています。また近年、我々の販売台数が伸びてきたことがありまして、お客様の、保有というか、まあ、の台数も非常に増えてきております。そういった意味では単なる車作りの部分だけではなく、お客様との大事な接点でありますサービス品質の向上にも積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えています。これら全ての品質の抜本改革のために設備投資、人的投資を含め5年間1500億という、ガイドラインを、設定いたします。次に、スバル作りの刷新ということになります。これは前のページでご説明いたしました品質に次ぐ重要なテーマだというふうに受け止めていただきたいと思います。規模の小さいスバルがこの大変革期を乗り越えていかに稼ぐ力をつけていくか、また維持していくかの取り組みとなります。そのためにはやはりお客様からスバルならではの価値を認めていただくことが何よりも重要でありまして、信頼の品質が先ほども申し上げました通り基本中の基本であることは変わりはありません。
その高品質に加えて付加価値をいかに高いレベルでお客様に提供でき認めていただけるか、またそれを、低コストと高効率な投資で実現することが不可欠であるというふうに捉えております。皆様ご存知の通り、環境対応や規制対応、また、先進安全技術へつながる技術、それら求められているニーズに応えるためにですね、膨大なコストや投資が必要になるわけですけれども、それに見合う対価をお客様が簡単に払って、くれるとか、そういう甘い状況には、ありません。今まで通りのやり方って言いますか、技術は技術部門で、商品は商品企画部門で、原価は原価と購買で、価格は営業で、それぞれ頑張るだけで、結果の出る時代は終わったというふうに思っております。お客様が認めていただける価値を向上するために、まずは品質を全ての基軸において、中長期的な視点でここにお示ししている、これは六つ星をイメージしているんですけれども、6つの項目、それに価格やサービスを加えた全ての戦略を一貫して束ねて、相互に連携しながら進める活動をスタートさせたいというふうに思っています。具体的な活動は、この下期に、キックオフをする予定で準備を進めております。次に、スバルブランドのコアバリューであります安全安心についてです。まず安全についてですけれども、ここに、掲げました通りですね、スバルは人の命を守ることにこだわり、2030年に死亡事故ゼロを目指すとして挑戦していくことといたします。自動化ありきではなく、人の得意なタスクを尊重して、苦手なタスクを車が補い安全に移動する。具体的にはまずはレベル2での運転技術を磨き上げること、さらに衝突安全性能を向上させることを目指します。一方で、自動運転技術の開発については、ここに記載の通りの、ロードマップで進めていきたいというふうに考えております。前のページで、ご説明した物理的な事故ゼロに対し、ここのページでは感覚的な安心という領域になります。お客様にスバルだと安心だをもっと感じていただきたいというふうに思っておりまして、従来の総合安全技術に加えまして、つながる技術と知能化技術を付加することで、お客様といいますか、車に乗ってらっしゃる乗員全員が感じられる安心を、アイサイトの進化を中心にレベルアップすることを目指していきたいというふうに思います。次に、ブランド強化の取り組みになります。冒頭、ビジョンの中でディファレントな存在になるということと、お客様一人一人が主役だということを述べさせていただきました。ブランド強化の一つとして、我々は人と人とのつながりを大切にし、我々スバル、マニファクチャリング、それと販売店、お客様、それとコミュニティ、これらが一体となって、それに関係する人々も愛されるような他のブランドとは少し違う存在になることを目指していきたいと思っています。そこの写真にあります通り、米国ではラブプロミスという活動で、社会貢献活動を行っているわけなんですけれども、販売店の皆様にもお客様にも受け入れられています。また、日本の事例ということで写真もこちらもついておりますけれども、ファンコミュニティの活動や、右の写真は小学生の車のメカニックの整備の、教室みたいなのを開いている写真なんですけれども、そういった活動が、それぞれ、活性化してきているというふうに思っています。マーケットによってそれぞれやり方は、違うかと思ってますけれども、統一した考え方として、やっぱり他のブランドとはちょっと違う、スバルからだからこそできる活動を、行っていって、他のブランドには負けない、真似できない、そういうブランドを作り上げていきたいというふうに思っています。次はですね、スバルのデジタル戦略ということになります。アプローチの一つというふうに捉えていただきたいと思いますけれども、本格的な活動は、これから着手してまいります。IoT や AI などの先進技術の進展、そして車がつながる時代になった時に、スバルはどうしたいのか、ありたいのかとい
というところでございます。今でもコネクトサービスを通じて我々は多くのデータを有してますけれども、活用がまだまだ限定的だというふうに捉えております。つまり我々車屋ですので、車屋の習性としてどうしても車中心の思考からなかなか脱皮できません。そこで異業種の外部パートナーと協力して、車とあまり関係ない部分まで視野を広げて、お客様一人一人にもっとフォーカスして、どんな新しい価値を提供できるのか、それを掘り下げていこうという活動になります。次が商品とデザインの今後の方向性です。記載はイメージ図で表示させていただいておりますけれども、まあ、具体的な商品計画まで述べることはちょっとできないんですけれども、考え方としては主力車種を毎年原則毎年、フルモデルチェンジで、市場投入していくことが一つ。それで加えまして、個性の際立つ SUV スポーツ系の商品、ここのですねラインナップとバリエーションの強化を図ってまいりたいと思います。またデザインの方向性としましては、スバルのアイデンティティであるダイナミックソリッドの考え方は普遍として、より大胆な方向へ進化させていきたいというふうに考えております。次は環境対応についてです。この絵は、商品そのものの環境性能ということではなく、バリューチェーン全体、事業活動全体で環境貢献の考え方を示したものというふうに捉えていただきたいと思います。まあ中でも我々は自動車中心でやってますので、商品のウェイトが最も大きいわけですけれども、商品についても燃費性能だけではなく、そこにあります通り信頼性、耐久性、安全性、実用性など、トータルでの社会の無駄を削減していくことに取り組んでまいりたい、と思っています。当然燃費性能についてもこれまで対外発表してまいりましたプラグインハイブリッドや EV の市場投入を計画通り進めることに加えまして、さらなる電動車の充実を進めてまいります。またダウンサイジングターボの投入や軽量化など、各車種での燃費改善も進めていきたいというふうに思います。また、各市場への規制対応についてですけれども、これも市場ニーズ、お客様ニーズに合わせた、最適な商品ラインナップが形成できるよう、アライアンスによる協業も含めて持てる開発リソースを最大限有効に活用してまいりたいというふうに思っています。次に、トヨタさんとのアライアンスについてですが、トヨタさんにつきましては、最も重要なパートナーであることは変わりはございません。そこにありますとおり、両社の経営や商品の独自性は今後も生かしつつ、特にもっといい車作りとモビリティ社会全体の変革への対応、この領域においてですね、これまで以上に協業を進化させてまいりたいというふうに思っています。まず環境対応の領域では EV の基盤技術の共同開発をはじめ、電動拡大に向けた、あらゆる可能性について協業を検討してまいりたいと思います。またコネクトの領域やセキュリティなど、新たな技術領域において新たな価値やサービスを実現していくことを目指して連携を強化してまいりたいというふうに思います。次のページですけれども、この度スバルでもオープンイノベーションの取り組みをスタートさせることといたしました。まずは5年間で100億円のファンドを設立しまして、将来においてスバルブランドのコアなバリューをさらに飛躍させる可能性のある新しい技術や新しいビジネスのシーズンに投資し、新しい価値を創出することを目指していきたいと思っています。詳細につきましては本日一緒にお配りしている、リリースをご覧いただきたいと思いますけれども、今まで、当社として苦手な部分であったということも、認識しております。ですので社内的にもイノベーション創出の枠組み作りと人材育成、これにつながればというふうに考えております。続いて市場戦略になります。米国での一段の成長軸として、全体としては着実な成長を目指していきたいと思っておりまして、グローバルでの販売規模は2025年で130万台と定めました。米国におきましてはシェア 5%にチャレンジするということですので、仮に
今の米国の全地1700万台が続くとなると米国では85万台という計算になりますけれども、そこを目指していきたいというふうに思っています。日本につきましてはマザーマーケットとして現状レベルを死守している。そして台数の伸びる地域としましてはアジア、ロシア、欧州での成長を狙います。特にアジアでは来年立ち上げる新しいノックダウン工場での新型フォレスターのローンチを皮切りに販売を伸ばしてまいりたいというふうに考えています。一方で、苦戦を強いられている欧州、中国についてですけれども、今回のビジョンでは現状規模を維持していくことを大前提として、市場やそれぞれのマーケットの政策、規制その他変化にスピーディーに対応していく、基本的に非常に不透明なマーケットという先の読みにくいマーケットというふうに思ってますので、都度戦略をローリングしていきたいというふうに思っています。またこの販売計画を支える生産能力につきましては、現計画でのフル操業レベルで概ね見合う水準であるというふうに捉えておりまして、今のところ大きな能力増強は計画はしておりません。持てる能力を有効に活用することに注力してまいりたいと思います。次が、航空中カンパニーの戦略ということになります。昨年度、我々は産業機器事業から撤退をいたしまして、スバルは自動車と航空宇宙の2つの事業に集中する体制を整えました。航空宇宙ビジネスにつきましてもスバルブランドに磨きをかけていくステージということになります。一方でご存知の通り、航空につきましては事業の足の長い、事業であるためにですね、2025年までこう劇的な変化があるとかそういうことではないんですけれども、そこにあります通り自立から安定成長への取り組みを継続していくこと、さらに次世代を見据えた技術実証の推進やパートナリング戦略を進めてまいりたいと思っています。加えて自動車部門と航空宇宙部門の2つの部門の持つ強みを相互に補完し合いながら、なんとかシナジーを生み出せないかというふうに考えております。で、最後に収益計画と資本政策になります。まずは戦略的投資、資金研究費は増やしていきたいと思っています。その上で、業界行為の利益率の確保にはここはこだわっていきたい。自己資本比率 50%、 ROE 10% を下限として 15% 以上を目指す。またネットキャッシュは2月賞分を、下限としてマネジメントし、全てのステークホルダーに対してバランスの良い利益配分を考えて、株主還元につきましては配当資として継続的安定的に還元することを重視してまいりたいというふうに思っております。18年度から20年度の3年間については、現状配当144円をベースとしてキャッシュフローに応じては、自己株式の取得を機動的に行ってまいりたいというふうに考えております。収益計画につきましてはそこにあります通り、18年度から20年度の3カ年の合計で、売上高10兆円、営業利益9500億円を計画しております。試験研究費は4000億円、設備投資は4500億ということで、計画をしてまいります。以上が新しい、中期経営ビジョンの、内容ということになります。最後にですね、付け加えて、書かせていただきますと、6月5日に国交省に、報告しました、弊社の完成検査に関する調査についてですけれども、国交省からの指示でありました1ヶ月をめどにがすでに、経過しております。ですが、一方で何よりも徹底した調査を終了させることが大事と考えておりまして、第三者性と専門性を持った、社外専門チームによる徹底した調査を現在行っておりますけれども、それがまとまり次第国交省に報告することで進めております。目処がつきましたら皆様にもご報告いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。